ギターの成瀬さんです。ベースの荒川聡さんです。よろしくお願いします。ドラムの黒田和義です。よろしくお願いします。ベースとドラムのコンビネーションということで、これはもう永遠のテーマみたいな。そうですね、はい、うん、ギター的にはベースとドラムがどこを聴いてますか？どこを聴いてる、うん、なんかその合ってるかどうかっていうかね、うん、ベースの四分音符をまず聴いて、うん、でそれからそのライドシンバル、うん、そこはちゃんとグルーヴしてるかどうか、うん、グルーヴしてなかった時はどうするの？もう無視する。よくあるじゃん、そういうのって。だから、すごいベースとドラムがずれてるとか。ああ、確かにありますよね。でも、そういう時はやっぱベース優先で聴いちゃいますかね。ああ、ベース優先で聴くんだ。どちらかと言えば。そうね。うん、ドラム聴いても、だってハーモニーが変わっちゃうもんね。そうですね。やっぱ四分音符がなんかやっぱりベースの方が強い感じが。ベース的には、こう、その質問的には、ドラムが、うん、ベースより前とか、ベースの方がドラムより前。ベースはどうやって考える？なんかこの間録音したやつあるじゃん、みんなで録音したやつあって、うん、あれはメトロノームを出してみると、ちょうどベースがメトロノームとジャストに入ってる、はいはい、そんな感じ。僕はそうですね、そのメップとかはメトロノームよりも前に行く感じじゃない？まあジャストを狙ってる感じ、ね、ジャストを狙ってる、うん、ただベースの場合って俺も思うけど、ドラムもそうだけど、立ち上がりが音として聞こえるのは、だから当たった瞬間じゃないじゃん。あ、そうですね。やっぱりその音がジャストに来るように聞いてます。音がジャストにするように。だからそうするとベースよりもドラムより前にとかって考えてはいない。まあいないですね。うん、俺もなんかこうイメージ的にはこう叩くと、こうラテンよりもこうスティックが上がってきた時にビートを感じるので、この辺のスティックのやつがベースのタイミングと合ってる感じにするんだけど。1,2,3 見てみると当たってるタイミングと指が弾いてるタイミングが一緒だけど、多分ビートを感じてるタイミングは多分もうちょっと なんだろう、あとだから弾いたタイミングよりもここでビートを感じてる感じ。ということは、当たってるタイミングは多分メトロノームよりももうちょっと前にいるんじゃないかなって思うんだけど、わかんないかな。違うかな。いや、でも、うん、そうだと思います。うん、やっぱりその音が、こう、メトロノームとジャストに来てる。ジャストで当たってる感じ。うん、だから、やっぱり波形見ても、こう、ベースがこうなってるところがちょうどメトロノームと当たってる感じなんだけど、そうすると、まあ、アタックはちょっともしかしたら前なのかもしれないね。そうですね、うん、そうかもしれないです、うん、ただこうその教材でこの間こうグルーヴの本が前に見せたやつがあって、はいはい、そのジャズの音を科学するって本があって、その全部そのタイミングでこうメトロノームでこうその波形で見てみて、そうするとそれをちょっと書いたらコメントでは、波形のタイミングの立ち上がりが聞こえてるのと一致してると思ってるのかって書かれたことがあるんだけど、いやそう言われたらまあどうにもどうにもこうにもみたいな。そうですって言えたらかっこいいですけど、あ、そうか、そうですって言っちゃえばいい。でも確かに波形だけではないような気がする。だからそのベースの波形を見てそこにタイミングが鳴ってるから、じゃあそこで聞こえてるかって、まあそうじゃないような、もするしな、よくわかんない、そこに関しては。そうですね、専門家じゃないんで、ね、そこら辺。そこはね、そういうのか本出てるのかな、ないかな。どうでしょう。でもなんか、ね、結構実験とかしてる人がいますね。あ、いるね。ただその本にはハイハットが、ハイハットはちょっと 0.2 ぐらい深いって書いてある。どれを取ってみてもハイハットは深い。だから、いや俺はハイハットはこれは本当にフラムがかかるみたいに。これぐらいで踏まないと、これジャストだとすごい辛いんだって。ワン、ツー、スリー。すごい弾きにくいよね。なんか詰まった、押された感じを。で、深くすると、ワン、ツー、スリー。Oh.
そういう時はドラムを聴かないようにする。そう。もうあのドラムの音だけみたいな。ベースの音だけに一生懸命聴くみたいな。どうかシャットアウトしない。シャットアウト。そうそうそう。ドラ音楽ってすごくって、やっぱりこうシャットアウトできるんだよね。この音だけあんまり聞かないようにするって意識的にできるよね。そうですね。だから耳コピしててもドラムの音だけって聞くようになってくると、だんだんドラムの音バッソラの音だけ聞こえたりとか、スニアの音だけ聞こえたりとかするんだけど、そういう、じゃあベース的にはドラムより前に叩くっていうイメージではない。イメージではないですね。でもそのジャストで音がちゃんとこう立ち上がって聞こえるイメージな感じだよね、多分。そうですね、まあ、もっと抽象的に言うとなんか気持ちいいところ、気持ちいいところで弾いてるって感じですね、うん、はい、もう究極は全部それだから結局なんでやってるかっていうと、結局は気持ちいいからそうやってやってるわけで、より気持ちいいところなんだけど、ただ俺がよくこう説明するときにすごくこうポイントとしては、あのジャストのタイミングで安定した音で叩くと結局座りが良すぎて進まないって俺は思ってるのね。あ、不安定だから前に進行していくわけで、その進行感っていうのを気持ちいいと思ったら、不安定感っていうのはもう絶対にこうつきまとうというか、でその不安定感が心地よくなればいいんだけど、最初は結構みんな置きにかかるのね。だから置きにかかったドラムってよくあるんだけど、もうこの辺聞き取れたとかわかんないけど。聞きますね。すごく合ってるし、3年じゃん、ちゃんと、ちゃんと3年だし、もう譜面で言うと模範みたいだけど、とっても苦しいよね、これって。そうですね、アーティキュレーションがないっていう感じですね。ああ、そうそうそう、そう、ね、全然こう、だから音の音色感にもよったりすると思うけど、結局レガートってこう、やっぱこのここのスピードが速くなきゃ、速いだけだとスタッカートかかるのね。だからこうトランポリンを飛んでるって説明するけど、ここが速くてここがゆったりしてるっていうのがこうちゃんとその作られてないと、ベースも多分そうだよ、音色でも結構スイングするよね。そうですね、だいぶ違うんですよね、はい、スイングしない音とスイングする音を使い分けて、難しいっすねまあやっぱスイングしない人はやっぱ硬いですよね。硬い、こんな感じだよ、まず。もうなんか一生懸命になっちゃって、あ、まあ効果は持てるんですけど、ね、そう。なんかやっぱスイングする人は結構柔らかいですね。膨らむ感じがこうあるから、回転してる感じがみたいな感じです、ね。その僕もよく説明するのが、こう叩いた瞬間に次の音に落ちるところ、こう要はこうちゃんとこう曲線があると、次のなんかこう、ベクトルが見えるから次の音に対する余地が生まれるから、うん、だからこうベーシーが1音だけでスイングさせたって言ってたけど、俺は昔若い時は1音だったら感覚が分かんないからスイングするのも何もないと思ってたけど、うん、1音で曲線が見えてればスイングするんじゃないかな、うん、特にドラムとベースがあってピアノがピョンって弾いたらちゃんとこう弧を描くわけじゃん、うん、だから最初さっき今ベースの聞いたら、まあ、これが YouTube で聞き取れるのかどうか分かんないけど、一番最初にパッて聞いたら悪くないけど、弧がなくて音がビーってなって直線でなってビームみたいな、うんうん、でもベースのいいベースだとさっきリラックスしてるとこういう波形が見えるから、それでスイングする感じもあるかな、うん、だからこうイメージ的にはベースの波形とドラムの波形を合わせてる感じで、アタック自体はずれててもいいんじゃないかなと俺は思ってるんだけど、あ、うん、だから音色の発音の仕方も随分違うのかな。そうですね、だってコンピングも多分強弱がなかったら絶対スイングしないですもんね、うん、こんな。なんかプリセットみたいな。そうなんかあのうまいね、あのね、力いっぱいコンピングするやっぱりこうちゃんとあのアクセント、
だけちゃんと全部一個ずつコントロールできてるかだよね。で多分俺はドラム的にもその音の波形はやっぱジャストでよくて、でこの立ち上がりの感じでやっぱスイングさせてるのかなって感じはするかな。メトロノームよりちょっとだから意識的に前を叩く練習はしたんだよ。でもアタックはあれだけど、結局アタックのとこだけ見てんじゃなくて、音がグーンって伸びてくるところがベースと合ってるっていうところができるようになってからスイングするようになったねって言われたんだけど、まあ果たして俺のドラムがスイングしてるかどうかはまあわかんないけどあの世界のね名だたる人からするとこんなまだまだダメって言われるかもしんないけど、でもまあ気持ちいいところに行くってなるとそこじゃないかなって思うんで、どうしても点で考えてしまうけど、やっぱり曲線でウェーブで、だから昔あのピアノの中村誠君っていう子がねすごくいいことを言ったのは、俺たちはその音を演奏してなくて波をこう混ぜ合わせて演奏してるから、フレーズをこう波と考えて、その波がちゃんとしているとこうそれが波同士が混ざる感じで一個一個を点で捉えないっていうふうに考えてて、やっぱアーティキュレーションがあって一つのフレーズがあってそのフレーズ同士が混ざるみたいなイメージ、そこら辺がやっぱすごく音楽的かどうかっていうところじゃないかなっていう考えますか。そうですね。ね。なのでベースとドラムのそのタイミング的には結論的にはまあ お互いやっぱジャスト、メトロノームに対してこのメトロノームをこう前いるとか後ろいるとかっていうかはこのメトロノームに対してちょうどこうスイングする気持ちいいポイントを表現するって感じ。ギターもアーティキュレーションちゃんとつけて、ね、全部あのさっき言ったドラムもそうだしさっきのも全部そうだけど、好感持てる人ってすごく全力だから全部フォルテッシモで演奏するみたいな。でもロックってそれで実はよくて、これ泉谷さんが言ってたんだけど、佐山さんがね演奏してる時に泉谷さんに言われたんで、でこうその歌がちっちゃくなった時にピアノちっちゃくして、歌が大きくなった時にピアノを合わせたらそれはシャンソンだって言われたので、はあ、ロックっていうのはもう歌だけが表現をしていて、ドラムとかベースとかギターは常にずっとこうフォルテでこうロックだから、こう硬いものをずっとこうグルーブさせ続けていて、で音量多分音量の上げ下げ的にはドラム的には叩く場所で上げ下げする、全部フォルテで演奏するっていうのが基本だから、全部頑張ってフォルテで弾くから、だからジャズになるとアーティキュレーションがつかないんじゃないかな。なるほどね。確かに。まあその中でもじゃあ強弱あるんだけど、でだけど基本はフォルテッシモで演奏するっていうのがやっぱりロックだし、そのなんか美学は俺もすごく分かって、それでずっとキープしなきゃいけないから結構それはそれで辛いし、辛いっていうか難しいし、でそれはそれですごい気持ちいいんだよね。ずっと変えないっていうの。っていうところら辺が、まあ、そのご質問者の答えになるかなっていう感じになりますが、でじゃあ、はい、今回はじゃあそういう以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。